こんにちは、アキコダンスプロジェクトの小野アキコです。今日は体幹を鍛えて、足をスリムにしていくエクササイズ、足を引き締めてスリムにしていくエクササイズというのをやっていきたいと思います。まずはウォーミングアップ、その場で走るのを1分間ですね、やっていきたいと思います。体を温めていきましょう。はい、それでは用意、はい、背中をできるだけまっすぐにするようにして、ご自分のペースで構いませんので、膝をたくさん上げられる方はたくさん上げて、まず普通の方は普通でやっていきます。を続けて、はい、終了です。はい、少し手をぐるぐる入れますようにして、で足首もぐるぐるぐる、反対もやってみましょう。それでは腹筋からやっていきます。まず腹筋からですけれども、足のラインをしっかり確認しながらやっていくので、横になっていきますが、足、両足、拳1個分腰幅になるので腰幅にしていきます。で、足の指先が開かないようにして、まっすぐですね、親指と人差し指の間、まっすぐ上がってきて、足首外に行かないし、過ぎないようにして、足首の中心から膝、そして付け根までまっすぐのラインを保ちます。膝開いたりしないようにですね。で、そのまま仰向けになっていきましょう。ピラティスの腹筋をやったことある方は、ね、お尻をキュッと締めるようにして骨盤底筋使ってみます。そのまま両手頭の後ろに持っていきましょう。斜め上を見るようにして、息を吐いてふーっと肩甲骨の下まで上がってきます。顎の下に感覚を開けるようにして戻して、じゃあ10回やっていきます。よーい、はい、2 3 4 5 6、息を吐いて8 9 10、戻していい。ただ今度は両手を上に持っていくようにして、息を吐いて手で床を押して戻って戻って、これを10回だけやっていきます。太ももの後ろに手を入れて構わないので、ぐっと腹筋に意識を向けるようにして、息を吐いて、おへそを覗き込んで戻ります。2回目、3回、4回、5回、6、7、8、10、吸いながら戻していったら、一度膝を抱えていきます。腹筋を緩めて、
今度はお尻の筋肉です。ブリッジやっていきます。まずはそうですね、両足拳1個分、足膝開かないように気をつけながら10回だけやっていきます。両手体の横です。息を吐いて骨盤を上げて、肩から膝まで一直線ですね。胸が上がりすぎないようにして、ここでこのお尻をキューッと締めるようにして、大臀筋という筋肉ですね。でゆっくりと戻していきます。できるだけ調整しながらドタンと落とさないようにします。10回やっていきます。息を吐いて戻して、2回目戻して、3回、お尻キュッと締めて戻して、4回戻して、5回戻して、6戻して、7戻して、8戻して、9戻して、ラスト10、しっかりとお尻を意識していったら、膝を持って、右の膝を持ってお尻をよく伸ばします。戻して反対側です。戻っていったら一度戻っていきましょう。今度はさらにお尻の筋肉鍛えていきます。ヒップリフトというエクササイズです。右の膝を持って、そのまま左の足の裏で押すようにして、腰を上げて戻してです。これを10回やっていきます。よーい、はい、1、はい、腹筋も使って2、はい、戻して3、はい、戻して4、はい、戻して5、お腹使ってます。はい、6、はい、戻して7、はい、戻して8、はい、戻してお腹上げて戻して9、お尻キュッと締めて、ラストお尻グッと上げていきます。左の足の裏で床を押すようにして戻していきましょう。反対の足もやっていきます。10回です。よーい、あい、1、あい、戻して、2、あい、戻して、3、あい、戻して、4、お尻キュッと締めて、5、あい、戻して、息を吐いて、6、はい、戻して7、はい、戻して8、はい、戻して9、はい、戻してラスト10、戻していったら一度膝を抱えて、お尻の後ろをよく伸ばし、お尻よく伸ばしていきます。戻っていったら次はこの体幹、今腹筋、お尻の筋肉やっていきましたけども、背筋とそうですね、この体幹を一緒にやっていきます。プランクで肘タッチエクササイズですね、やってみましょう。両手肩の真下に手が来るようにして、足を下に伸ばしていきます。かかとから、尾骨まで一直線ですね。肩が上がらないように注意です、ね、お腹しっかりと締めるようにしていったら、そのまましっかりと左の手で右の肘をタッチし
で1、2、これを右左右左で右左1セットで5セットやっていきます。よーい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト10、戻っていったら一度腰を後ろ引いてストレッチを入れていきます。立ち上がったら今度は足を引き締めていくスクワットです。まず正面から見た時に、例えば足を肩幅に開いている時に膝を曲げていきますが、膝とつま先が同じ方向です。内側に入ったり外側に入ったりすると膝がを痛めてしまったり、足首がねじれて外反母趾になったりっていうことになりますので、全然美しく、ね、ない足になってしまいますので、まっすぐこの膝とつま先が同じ方向です。でやるときなんですけれども、少しだけかかとの方に体重を乗せるようにして、お尻を後ろに引いていきます。下腹使ってみてくださいね。腰腰痛になっちゃうので、ぐっと下腹を使うようにして、ピラティスやってる方はお尻をキュッと締めるようにして腹筋使います。で戻していきます。このような感じ、ぐっと深くすればするほど太ももに負荷がかかりますので、このやり方 でなかなかこの辺うまくなんとなくフォームがつかめませんという方は、まあ、形に入りにくいという方はね、ここに椅子を使って全然大丈夫です。椅子からちょっと離れるようにして、椅子を支えにお尻をぐっと後ろに引いてみてください。膝がつま先より前に行かないように注意です。で戻した時に、ここでは足を引き締めるのであんまりやらないんですけど、太ももをぐっと上に、膝小僧をぐっと引き上げるようにしてハムストリングスを使います。これをやってみてください。ゆっくり膝が内側に入ってしまうという方は、これを使うのもおすすめです。ブロック、もしくは本でも構いないんですけれども、まあ、拳1個分ぐらいが理想なので、まあ、ブロックか段ボールのこんな形のものか、テニスボールですね。もうこの太ももの間がいいと思います。太ももの間に挟んで、足を腰幅に保っていったら、そのまま、ね、内ももも鍛えられますので、後ろに引いてお腹引っ込めてます。で戻す、太もも引き上げる、引いて戻すですね。これをやってみましょう。でとりあえず10回だけやっていきます。フォームを確認するようにして腹筋意識してます。よーい、はい、1、2、3、膝つま先の方向に、4、5、6、ブロック落とさないようにして、7、8、9、ラスト10、戻していきます。少し足を緩めていきましょう。それでは2セット目やっていきます。2セット目は下に
落ちるのは早く、1、2、3数えたらゆっくりと上がってきます。下で耐えるところでですね、例えば下でぐっと耐えるところで耐えていくと、お腹にしっかりと力が入って太ももに力が入ります。このブロック挟んでいる方は内ももぐっと力入りますので、内ももに力を入れて3秒保って上がってくるのを10回やっていきます。背中まっすぐにも保っていきましょう。で、軽く組んでいきましょう。右の拳に左の手で重ねます。4、2、1、1、2、3アップ、はい、2、2、2、3アップ、3、1、2、3アップ、ブロックを挟んで4、1、2、3アップ、はい、5、1、2、3アップ、はい、6、1、2、3アップ、はい、7、1、2、3お尻突き出してます、アップ、はい、8、1、2、3膝つま先の方向に、少しかかとの方に体重です、はい、9、1、2、3アップ、ラストです、10、1、2、3アップ、戻していきます。お疲れ様でした。少し手足を緩めて軽くストレッチしていきましょう。スクワットの方法ですけれども、ぜひ気をつけながらやってみてください。気をつけないでやってしまうと思わず怪我になってしまうことがありますので、ぜひ気をつけながらやってみてください。